サンロードのいいところについてお伺いしたい。まずアーケードがあるっていうのは一番消費者っていうかお買い物する人間にとっては、うん、とってもいいかなって、まあ、まずはね。でそこにいろんなお店があるので、でサンロードってあとまあ残念ながら閉店されてもすぐにお店が入るところの空き家はほとんどないので、いつ行ってもお店が空いてるっていう状態、それもいいのかなっていうのがありますね。うん、あとまあ老舗のお店もあるし新しいお店もあるし、まあチェーン店ももちろんあるし、いろんな種類のお店もあるかなっていうところが、うん、いいかもしれないです。はい、ここのとこフラッグって、あ、今度スプリンタースクラッチとかイベントやるんですけど、そのフラッグが江口さんだったり、次がハイジの福なとかさん。で、その次が次から次へと、ルーキーズの、森田さん。で、今回この水森さんって、もう毎回毎回漫画家さんが立て続けに変わるって、多分他の商店街では、ないと思います。サンロードについての豆知識って何かありますか？サンロードってアーケード建てた時に、うん、駅前の横断歩道ぐらいを増地点として駅から何メートルあるかっていうのが各お店に表示されてるんですよ。声優だったら290いくらとか、まあ、お店によってちょっと改装とかするとなくなっているのもあるとかは聞くんですけど、今度見ていただくと数字が並んでるんですよ。それは駅から何メートルあるかっていうのが、多分そういうのをやってるってあんまりないかなって、うん、あとアーケードの屋根、これ屋根がね、本当こう、どんな時に開けるね。天気のいい時開けるんですね。そうですね、こう二通りありましてねすぐそこに見えるのは非常事態の時に開くフラップっていうんですけども、それはサンロードのどっかで火事が起きた時、煙を早く出すためにビャーって開くのに自動発電システムがあって、これを開けて、まあ、早く煙を出す。その隣にあるのは今度は初動機なんですけども、天気が良ければ開ける。そうすると特にコロナになってからは風通しを良くするってことがすごく大事になってきたので、天気今日はいいなと思ったら開けてます。まあ、日本ではおそらくうちだけかもしれないね。商店街使ってない、うん、要は東京ドームと同じ屋根の素材。そうですね、それが豆知識になるかもしれない。そうそうそう、そういうのが豆知識よね。最後に吉祥寺の魅力に。で、僕が感じてるのはやっぱりよく言われることですけど、吉祥寺の駅から半径200メートルでした。そう言いますね。ね、よく言うのは200メートルの範囲でショッピングができて、食事ができて、井の頭公園も行けて、映画も見れてとか。だからその範囲が狭いから1日で回れちゃうんだよね。だから例えば若い方たちがデートをするコースにもなりやすい、ね、公園に行ってボートに乗って食事してとかね、買い物してとか、そういう回遊ができる街っていう気がありますよね。